はい、皆さんこんにちは、大和屋です。本日ですが、沖堤防でのヘチ釣りをお伝えいたします。ずっと東京湾奥の動画ばかり上げていましたが、実際のところ沖堤防にも高頻度で来ておりました。しかしながら全く釣れておりませんでした。よくよく動画を見返してみますと、10月3日から全く釣れておりませんでした。この日はですね、かなり多くのルアーマンがいらっしゃっていて、こんな感じでですね、シーバスやら青物やらをいっぱい釣られていました。我々ですがルアーを全く持ってきておりませんでした。最初イガイを使って釣りをしていたんですが、全く釣れませんでした。そこでミドリガイの存在をベテランの方に教えていただいて、この餌を使ってみることにしました。すごい数だこれ。ミドリガイって綺麗だな、ね、最終的にこちらのミドリガイを使って釣りをしていると、5回ぐらい当たりがあったんですが、1回もかけることができずに、この日の釣行は終了いたしました。はい、懲りずに10月10日ですね、もう一度来てます。何でも釣れたら嬉しいやと思っていたら当たりがありました。おー、やった。え、フグじゃんなんでやねんでっかいフグうわー、これは黒ダイに見えたフグです。フグ、はいこんな見えるとかでえらいのかげしちゃったフグだなこれ。あー、ミドリダイがガイだから絶対クロダイかと思ったよ。でも当たりが全然違うもんな。よく引きました。はい、別日程にて再度チャレンジをしています。この日も暗いうちからやってきております。餌はミドリガイの中に生ミックを詰めたものを使用しています。おっ、いや、ちょっと環境情報からね、大きいなこれ。えらいいいの釣れた美味しいのは釣れましたが、この日もクロダイを釣ることはできませんでした。餌だけ5回ぐらい取られました。ミドリガイが実際にどこら辺に生えているのか全くイメージできなかったので、水中カメラですね、こちらを沈めて見ています。ご覧いただいて分かりますように、イガイとかカラスガイよりもだいぶ下の方ですね。そしてケイソンの継ぎ目にかなり溜まっていることが確認できました。川崎新堤はですね、垂直堤防ですので、ご覧の通り真っ平らな作りをしていて、イガイよりもかなり下の方にこういったミドリガイがひっついています。ミドリガイを中心で使う場合は、本当にケイソンの継ぎ目とかをしっかりと狙っていくといいように思いました。当然ケイソン以外の場所でもミドリガイはついていますが、数は少なめです。
餌だけ取られまくって11月になりました。この日も緑貝を使ってクロダイを狙っていっています。そもそも緑貝あんまり使ったことなかったので、本当にこれどこに刺しゃいいのかよくわからずに、ちょっと結構こういったフライフックですね、これを使って釣りをしておりました。この日は非常に多くのですねルアーマンがいらっしゃって、そして皆さんかなり多くの青物とあとシーバスを釣っていました。本当だ、足元慣れてる、びしょびしょ。あージグの方がいいのかな。ベイトイワシだったらジグ方がいいっすよね。いや やったぜ。お、めっちゃ走ってんじゃん。やった。よし。いや、もうせっかくなんで撮影しちゃおう。いつか。YouTube アップしちゃっていいっすかこれ。大丈夫。ありがとう。めっちゃあれじゃん、バイブレーション OK やね。ガンガン出てんじゃん。結構ええやつやでこれ。すげえ。いい。おーしょおしょ。多分あれっすよ、稲だけですよね。うん。お、跳ね。いける？サボ的に。いや、カモ塩か？大丈夫？いや、大丈夫よ、そんなの。俺の視聴者さん、そんな言われないよ。いや、そんな動画のためにおらんでよ、みたいな。あれ、コーリーさん？あ、今日は、あれ、ついてきました。山本で。確かに。この日もしっかりと5回ほど餌を取られて釣りは終了いたしました。なかなか難しいもんですな。もっと連チャンするかと思ったぜ。だいたい持ってこない食ってんじゃん、しんちゃん。やった。おやった来た。やった。おお、結構いいサイズやん。よう見たら60あるぜ。うわ、抜けるの？やったー。
全然釣れないもんだからシーバスを狙ってルアーも持ってきて釣りをしていましたが、この日も結局クロダイもシーバスも釣れませんでした。こちらの場所は赤島ですね。ここいった場所でもやっぱりこのケイソンの継ぎ目にいっぱいと緑貝が生えています。赤島がダメだったので白島に移りました。白島の水中映像はこんな感じですね。こっちは結構流れが速いですね。こうしたところもやっぱりケイソンの継ぎ目にしっかりとある程度沈めたところですね、そういったところに緑貝がひっついていました。泳いでいるのはメバルだと思います。これですね、3メーターぐらい沈めたところで緑貝がしっかりとついていました。白島は夕方になるとこんな感じでですね、波が結構足元まで来ちゃってて釣りづらい中釣っています。ただ楽しいのはクロダイと近い距離で釣りができるのでかかった時は非常に楽しいんだと思いますが、私はこの日は3回餌を取られただけで終了いたしました。沖堤では全く釣れてないんですが、東京湾奥では結構釣れていたのでこちらをちょっとお示ししたいと思います。やった、よっしゃ来た。うわー、なにこれ、めっちゃ外へ立つ。あー、やばい、いけない、魚じゃない。トルクが強すぎる。魚がエイじゃないっぽい。なんだ。え、普通の魚。え、でかいクロダイ？なんで？お、やった、めちゃでかい。最高。イエス、イエス、イエス、イエス。でかっ。普通の魚じゃん、これ。すげえでかい。年なしいったね、これ。ね、やべ。うん。いいかと思って、すげえ適当にしてたら、やべ、クロダイだってなって。よいしょ、やったー、思って
うはい。嬉しい。いやー違う、めっちゃ年なしっぽい。あー45ぐらいかな。やったぜ。結構針、お、いいとこかかってるわね。オーバーハングになってたから多分普通に下にいるんだねこれ。釣れてなくても年を越しても沖堤に向かいます。だって沖堤は楽しいですから。この日は郡さんにお誘いをいただいて沖堤ですねに来ています。川崎新堤です。臨時便が出ていたことを知らずに7時ぐらいの船で来ました。着いた頃にはすでに郡さん1匹釣られていました。この日も別にクロダイが釣れてないわけじゃなくて、上級者の方はですねこんな感じでバッチリとクロダイをかけて釣られていました。めっちゃめっちゃ藤壺こうなんだろうな、後ろからこう通して刺して、ここに生みっこを練り込んでるんです、この練り餌を。ああそういうことやってる。こういうことやってる。なんかもうあのあれとしてこれ、ああそれでやってるんですか。 あれあのパイプと一緒。はい、これ二重にこうやって巻いて、はい、今あげた。あこれこれっすね、こいつです。これをさ、はい、あこうかかってたこれ。かかってます、かかってます、うん、こんな感じで縛って。 それで必ず竿先、針先を、はい、こうここだったら、はい、こういう平たいとかあんな、こういう上に出してこう出したの。なるほど、針見えてた方がいいんですか。もう絶対。あそうなんですね。へえ。特にフジツボなんかはさ、はい、割れやすいのはこういうあれにこういうとこにかけてこう出してもらうんだよね。針先あんまり出ない時あるじゃない。あります。そういう時はやっぱバレやすいから、こういう風にして、あと蜘蛛の糸もそうなんで、これを巻いて。蜘蛛の糸買いましたよ、うん、それで高いところ、はい、引っ張ってるところに、あとこの中でもいいんだけど、針先こうやって出すの。針はチヌバリの4号とかですか。これ今はチヌアールの4号かな、はい、あー分かりました。ぼちぼちの大きさのやつですね、うん。綺麗な富士壺やな、これはまた。これも3号だと、4号以下だと、はい、もう老眼のあれ使ってもこう結ぶのはめんどくさいですね。ハリクマさんが 2.5 だ、道板も 2.5 だもん。はい、あ2号とか使ったけど、はい、ちょっと太めなんですね。見えなくなる。なるほど。直樹、竿が曲がってるとこ取らせてよ。え、もう釣っちゃったの。言ってよ。えらがらいされちゃったらバレてる。言ってよ。撮影したのにさ。この日はシーバスも大量でしたので、写真だけバッチリ撮らせていただきました。この日はタムさんとシンちゃんとゴイオキテイボに来ております。森山丸様にお世話になって、渡船いただいてます。いよいよ寒い時期でクロダイも厳しかろうと思って、結構ルアーも持ってきました。なんですが結局1日通してルアーちょっとすぐ飽きちゃってですね、でヘチ釣りばっかりをやっていました。こちら帰りがけの1時間ですね。結構波が立ってきたぐらいに当たりが連発いたしました。使っているのは緑貝で、中にですね練り餌の生ミックですとか、そういった練り餌をいっぱい詰めて釣りをしています。こんな感じで割られちゃうと中の練り餌が出てですね、それがきっとクロダイを誘ってくれるんじゃないかと思って使ってます。作り方はですね、このように貝の中に練り餌を詰め込んで針金で縛ってアラウンアルファで固定します。で最終的にこのようなですね輪ゴムで閉じて、この輪ゴムに針を引っ掛けて使うようにいたします。参考動画も概要欄に貼っておきますので、興味のある方は見ていただけますと幸いです。釣り方全然分かんなかったのでタムさんに釣り方を教えていただきました。まあだいたい1メーターくらいのところで当たっていたので、その棚をキープするのと、ヘチ際ですね、そこに糸を垂らして糸のたるみで当たりを取るというところを教えていただきました。あとこの日はですね、釣れなかったものが釣ったものにラーメンをおごるというラーメン対決を行っております。4ヶ月間沖堤坊主だった私が
クロダイを釣るとは誰も思わなかったことでしょう。お、あ、お、あ、当たった。持ってかれた。あー、来た。割られた。もらいや。よっしゃー。おー、でっけ。これは40いったな。うれしい。あれ、めちゃでかくね、これ。40どころじゃないな。おお、ドンピシャ口だぜ。うおお、センター来た、今年。センター歯茎センター。言い過ぎた。でかくね、これ。うわ、あ、ごめんごめんごめん。あ、これよし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 。エロいでか。何センチあんだろう。あれ、あれ50超えてんな、これ。めちゃでかくない？あー、ごめん。俺も今日に限って忘れちゃった。うん、50多分いってると思うんだけど。50cm ジャスト。おお、やった。年なし。ふぃ、やる、やったぜ。朝棚っすか？朝棚、あのグリーンで、脳進化。あ、もうふわ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 で。やるな。やりましたぜ、しんちゃん。ふぅ、嬉しい。わかるしんちゃん。最高だぜ。いや、まさかしんちゃんだ。なんかまだいっぱいいる感じがしました。うろこでかっ。あげちゃった、申し訳ない。なんかね、引かなくて上上がってきてから暴れてたから寝ぼけてんだと思う。いや、4ヶ月かかってようやく沖堤でクロダイを1匹釣ることができました。冬のクロダイは難しいですね。結局餌を取られてばかりだったので、餌がどこに生えてるのかっていうのをしっかりと調べた上で棚を調整して、糸のたるみでアタリを取るっていう、みんなに教えてもらったやり方で釣ることができました。またご視聴いただけますと幸いです。